はい。よし。あれ飲んでしょうね。1時か。飯食ったんか。あ、顔が言っとるやん、おっさん。顔が言っとるやん。起きたとこ。は？なんで寝た？昼寝した。珍しいね。小杉のやつ寝たいし。小杉のやつ寝たいし。やめとけやめとけ。荒れるって荒れるって。荒れた方がいいじゃん。俺が荒れるわけじゃないし。緊張がいいじゃん。まあ、うまいこと収めるで。うまいこと収める。また今日、ドバイ行って、みんなで話して。うん。みんなで俺が、こうこうこうで使っちゃいましたって、うん、謝って。何を謝ったんですか？みんなで働いたお金だから、うん、それで使ったから、うん、って言ってみんなに謝って、うん、いやまあまあどれぐらい使っとったのぶっちゃけ。どうだろう、俺あんま覚えてないけど、うん、まあ電表便はすぐ分かる、うん、何万だね、うん、何万も使ったの。でも鬼高速乗ったら家でしょ、うん、それ家の教えてるでしょ。で1回とか2回じゃないからね。毎日毎日ではないけど、それ何ただと思った。うん、なんか取れるのがただと思った。そんなわけないから。まあ微妙な顔するんだって。これ変な顔。この顔抜かれるぞって言って顔すっぱ抜かれるぞって言って。でみんなに話して、うん、それ終わって、うん、あと仕事の話はまだ今日話そうって言って。仕事の話ってのは何？その分からない、なんか言いたくても言えなかったこととか。ショーなんか、うん、ショーとか結構なんかあそこだったら、ね、ショーとリュウジ喧嘩しないでしょもんな。喧嘩じゃないけどね。喧嘩ではない、ね、意見言って、はい、そんなあるじゃんとか言って宅飲みしとって、うん、揉めて俺帰ったんだね。先にねタクシーで帰りましたよ。もちろん視聴者の皆さん宅飲みが盛り上がってどうだったの？あから1時まで飲んだの？飲んで、もう初夏眠そうで、うん、眠いけどずっと白熱しとったの。あいつもだいぶ白熱しとったの俺帰った時。まあまあね、リュウジもあるじゃん、もう目見んかったけど結構言ってたじゃん。こうだよね、ああだよねとか。最後はもう酔っ払ってるじゃないですかって、俺酔っ払ってねえからとかってなって。誰がショーが？リュウジが、リュウジが、もう帰ろう帰ろうってなって、もうショーももうこんな眠そうだで、ね、帰りましょうよってなって。何そんなことやったんですか？泥棒じゃん。もうそれ喋った。喋った。昨日の夜喋った。動画で喋った。もう喋ったから、動画で喋った。そういう態度炎上するね。言っとくけど。マジで。まあ、わかるけどね。AI しね。いや、嫌やから、まあ、もともと営業で、ちょっと最初1ヶ月やったでね。高速 G に乗っとったもんね。まあ、そういうのもあるよね。余韻だわ、人間って本当に。わかるもん、俺。うまいことフォローしてくるわ。あ？うまいことフォローしてくれてるわ。そうじゃん。まあまあさ、視聴者でもお金は、まあ、いいやつもおるよ、絶対。だけど、まあ、そうじゃん。会社お金なしな、じゃないけど、悪いんじゃなくて、まあ、一回になって、ちゃんとそうじゃん。ね。確かにね。そうそうそう。そう、まあ、そう、悪いっていう意識もないじゃないけど、これ動画にするとここだけ切り抜くもんで、ちゃんとあれになっちゃうけど、じゃあ俺もこれ、ね、やったことがいかんとかじゃなくて、あその、昨日、リージがいいこと言ったんだろうね。みんな飲んだ時に。で、ゲンちゃんなんかあると、お前よ、つって。ああ、気に入らない、俺、お前、やめたるし、みたいなこと言うって言っとったじゃん。うん、うん。僕はあれが嫌ですって言っとったじゃん。うん、うん。なんだじゃあ、俺は、言いたいことも言って、うん。みんなが言えないこととかじゃないけど、言って、うん、うん。でも、それでもうみんながこの人嫌だって言うんだったら、うん。やめる覚悟もあるし、もうみんなやめてくださいって、もうこの人とはやりたくないですって言うんだったら、うん。そういう覚悟があって言ってるんだねって言ったら、うん。リュウジは、それが嫌ですって。そう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 。すぐ、じゃあそれを、じゃあやめれば済むのかとか。そうそうそう。だって、それが腹が立ちました。まあ、だって、おる必要ないんだよ。確かに。俺、リュウジにそれ、ほんと、ケンちゃんいないってことも言われたんだもん。うん。まあ、ケンちゃんそういうの思ってないと思うけど、うん、もう言葉のあやだと思うけど、スイッチ入ったの。だけど、もう結局そうじゃん。だって、その、ね、みんなでやっとんだもんね。まあ、もちろん今日の飯食いたくてやっとると思うけど、それも大事だよね。だけど、自分たちがもっとお金稼ぎたいとか、もっとね、大きくしてね、金もらわなきゃって、思ってるやつは一生懸命やっとるわけじゃん。でも、その好きにやれやって言っておるでしょ、俺も。うん、いいよ。人増やすなら増やしゃいいし、まあ今のままでやるなら俺はもう知らんよっていう。ね。うん、それでそうなかなか給料がどん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 仕事できるようになったからって、超人みたいにさ、一人で決めるようになるわけじゃないもんね。うん、まあそりゃそうだな。うん。やっぱり人が増えていかんと、給料も上がっていかんでしょって。でそれはまあ自分たちでまあ考えてやればいいんじゃないって、俺はもう金を出してあるもんね。あと YouTube だけ言ってましたけど、もう文字です、私は。いや、文句ない。だから俺は文句言える立場にないじゃん。やっとるからみんな。うん、俺はそうかしら、全然やっとると思うからさ。だから自分たちがやりたいと思うやん、まあ、自分たちやっていいし。それに対してついてこん子は絶対おるから。それはお前らの判断だし。
ね、何でもかんでももうね、自分たちの好きな勝手やっとっていう話。ケンちゃんみたいなやつもそうだよね。本気の、そう、暴れる運命は。うんうん。もうそっちの方が、いや、何や雰囲気あるからじゃん。うん。来たばっかの棒が、いや、こんな会社だったら嫌だわ、って。うん、あ、思っとるね。せっかくいい人は損しとるね。で、その高速もそうだよね。弱さが出とるよね。うん。もったいない。いいとこいっぱいあるね。動画になってないだけでいいとこいっぱいあるね。な、本当あるよな。うん。やっぱ来たことで、ケンちゃんに、まあ、憑依して言ってるのもあるじゃん。昨日もそうだと思うよ。リュウジとショウの小競り合いも。ケンちゃんっていうのがおるから、言えてんじゃない？あいつは二人なんか昔から隠すだろうな。なんか、隠しずか思ってることを言えない、表現できないタイプじゃん、二人とも。そうじゃない？いいとか悪いじゃんって、もっとこうしたいっていうのがお互いに、ぶつかん？そうそう。お前、出る言葉選んどんな、お前。出る言葉選んどんな、お前。いや、選んないです。まあでも昨日は、まあまあ、喋っとったよ、二人で。あ、ずっと、うん、うん。もう、翔は最後言ったもんね。なんて？もう、そんなんだったら、うん、もう、できませんって言って。何を？いやいや、そのリーダー、職長ね。うん。そんな風に思われてるっていうか、うん、今の状況、どうだったか忘れたけど、うん。こんな感じだったら誰がやっても一緒です。多分できませんって言って。なんで何ができないの？リュウジはリュウジで、うん、はっきり言ったんだわ。うん、俺はショーがやればもういいと思うって言って。うん。うん、お前やれよって言って。うん、あの場ではっきり言って、ショー。うんうん。お前も言ったよね、それはね。うん。うん、とって、うん。で、なんかやっぱ仕事の話になって、うん、俺もさ、半年間でさ、うん、見た感じを伝えていくわけじゃん。うん、日鉄に行ったら、お金単価がいいし、うん、でもそうするとリュウジとカンタとかは日鉄に行ってます、うん、外残されたメンバーで、うん、自社とかさ、うん、とかをやらなくなると、うん、どうしても人が足りんくなるじゃん、うん、それだって俺らがさ戦力それはいないよりは全然いいかもしれんけど、うん、それはバリバリできるわけじゃないで、ね、リュウジやカンタやでしかもそれ途中でトシ君も来てほしいとかって言われたら、うん、それはやっぱり断るじゃん自社が回って感じさ、うん、あ新日鉄にリュウジを連れてきたい人な、うん、自分の現場でね、うんうん、自分の現場でいいやつばっか連れてきたいのねあいつ、うん、そうするとこっちは必死だが、うん、例えば健太郎と俺と翔と言ってもさ、うん、まあトシ君が俺4台を車回せるわけだ、うん、ベトナムでもベトナム人も連れて行っちゃうから、うん、ベトナム人の人数も少なくなるし翔はやりたくない人なんでしょ違う違うそういうことじゃなくてなんかその言い合いの時に、うん、そんな風に言われるんだったらとかそういう感じだったら、うん、それなりにこっちにはもっと人間を起こせる自分のことばっかり言っておいやそういうことそういうことじゃない、ね、言ってみようかなで高速に乗ってるもんね日鉄から人をあげられないですかってもリュウジは、うんうん無理無理こうやってもうここは予定決まっちゃってるからっていう話をされると、うん、後からじゃあもっと早くに言わないかんわとかあそういう水かけじゃないけど、ねうんまあ、お互いの悪いところ見つけてもうそれは酒飲んどって酒も入っとるもんで、うん、ずっとそういう堂々巡りになっちゃうのか分からんけど、うん、みんなで協力してやっていくしかねえよなで今日じゃあまた今日の夜、うん、話すのしようよっつって簡単も高速の話はもう終わったえ高速の話はまた今日の夜始まるんだってみんなに喋るの俺が謝らなかったみんなの前で謝ってくださいよって謝ってああすり替えたんだうん違う、まあ、リュウジとかはもう僕はいいですけどって、うん、でもみんなで働いたお金なんでっつって、うんうんうん、みんなにも伝えて、うん、ね、分かったよっつって、うん、いやいやちゃんと払わせるでいいよみんなじゃあ払うんだよでみんなの意見で聞いて、うん、みんながじゃあ罰を与えるんだったら、うん、その罰も受けるし俺は、うんうん、っていう感じで、うん、で今日喋るんだねそう、うん、まあでも本当にまあね言われた時もねあみたいな顔してたけどバレたみたいなまあほんのまあ言ってコメントは話すしかない俺は楽しくやっとるしまああとはまあ何でもそういやいやそんなそれぐらいなんでいかんのって言ってないわけじゃん、うん、まあ確かにいかんことは分かってたけどまあどうもはい高速流用問題は不正受給問題は不正使用問題はほらお前今日はそのテーマだよなんかケンちゃん一生懸命すり替えようとしてるいやすり替えてない一切すり替えてないじゃん関連した話をしてるだけあねどうだはいお前意見言えんとかするのかいいんだってもう夜話しますって言って夜みんなで話しますって面白いとこあるもんなこいつなんかフレームモードん
危ない話は増えるもんね。みんなそうなんだって、そこそって喋って、うん、こいつね、誰かが口を開いたら、うん、うん、みたいな、そうそう、ああいいんじゃないみたいな感じで、こいつうまいよね。追いつけて、追っつけていいよね、こいつね、健太郎は。健太郎はもう一切喋らんじゃん。ちょっと何言ってるかよく分かりませんね、タイプの後から興味ないんだよ。いいんじゃないの、よくも悪くもちょっとですね、まあ、盛り上がってきてるじゃん、人も増えて、それをやっぱ大事にしてたらんと。まあ今日はスタジオにね、もうみんなせっかく安全帯までしっかりつけてしっかりやっておるじゃないですか。まあ今日は現場の動画久々に撮りたいなと思ったんですけど、まあ今日もこれで1本撮りたいって。ノルモがでちょっと夜も撮りていい言われたね、なんか。じゃあ皆さん、これで今日の動画を終わりたいと思うんですけど、あのまあ足場の動画なんであれですけど、あの外壁塗装のマッチングをやってまして、あの本当にまあ、ラメグマも作ったやつで一般公開して、一般の方をぜひ募集してますんで、あの何って言ったら400何十社500社ぐらいかな、塗装屋さんが登録して、まだねプロフィールしっかり書いてる人、施工事例ちゃんと書いてる人、あのコラム書いてる人っていっぱいいますんで、ぜひ塗装屋さんに、でチャットみたいな LINE みたいなのができるんだと思う、中で、うん、それが結構金かかったの、うん、まあこうチャットがちゃんとやりとり直接どうし、そうそう、だから、ね、うん、だからもう今はもう完全無料で使えるようになってますんで、ぜひあの何いいね機能とかさ、いろいろあるもんで、本当にねいい感じで、もう完全無料で本当にやってますね。変なマッチング会社と通すのはやっぱ 8%9% で社外問題が新聞に出てたな、これだね、本当それがもう横着すぎて、うん、企業が 10% とか、しかもめちゃくちゃあいみつで5社とか6社だから、うん、やれもできんような値段で、うん、50万60万でいいなんか塗れるわけねえんだわ、うん、シーリングも全部やって、うん、それでピンキラキラで塗れるよ、まあ、足場かけて塗装してシーリングもやってなんかできへんのに、それもう下げんと取れんもんね、うん、で横着しちゃいいじゃん、塗装なんかなんぼでも、うん、なんぼでも手抜けるじゃん、足場はね一定雑に組んだって知れとるけど、うん、上がってくるよねペンキなんかさ、うん、そういうことね、うん、ちゃんとしっかしかにしまえ懸念もしずやったりとか、そうそう、下塗り入れないとか、うん、入れてもしびしゃびで塗るとか、上塗りもね中に変えてもらったとか、でそうしてやるわけないじゃん、人気商売だもんね、俺は絶対にかかるじゃん、どんだけやっても足場じゃね、うん、超人になったってもう、うん、それ組めんじゃん、休憩もなしで毎日やりゃいいよ、そんでも知れとるでしょ、やっぱかかるじゃん、かかる、1人で回れない、3軒回れんや、まあ、3人で3軒回れるやつ多いけど、でもそれでも知れてんのかな、まあ、そんな感じですよ。はい、じゃあ以上、チャンネル登録いいねよろしくお願いします、お願いします。うわ、そこだけや、お前喋ってたのそこだけや、逆にこいつ高速問題何も喋ってないから、僕ですか、喋った、はい、何喋った、いけないことだと、そういうことは分かっとるお前いけないことは分かってるどうしてなのかな、そうですね、のまた見てねー。